ダメだぞ。あれです。今日なんですけども、まあ車にいますよね。ということで今回は作下車。いやー。まあ結構久々じゃないかな、この明るい時に作下車するのもなかなか。今回は補足下車はしません、はい、よく YouTuber のみんながやってる牛乳含んで面白い動画を見るって、はい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 、あれはまあ家でやってるやん普通みんな家でバケツを持つなりスーパーの袋を持つなり、はいはいはい、みんな甘えなということで本日の企画極限カーのリアクション。いやもう袋なんていらんがやっていらん、もうバケツも今回持ちません、笑ったらもう車にバッ全備車やな、うん、全備車最悪案件です。もう、なんかを犠牲にしんかったら面白さって生まれんわけよ。待って、これ俺しか犠牲にしてない、うん、お前何人も犠牲にしてないからちょっと命削れや。とりあえずじゃあ、ビッグマム呼んできて、で、ライフオアトリートやって、まあ、俺ジンベイみたいにビッグマム怖くないから削られんよって話、落ちへん、面白くないから、うん、肉削ぎ落とすか。でも、俯瞰時は言いたくない話やし。そうや、簡単な話はそうや、うん、だから、まあそれぞれ俺らが3本3本用意して6本動画を作ってきますと。はい、で、それを見てノーリアクションしようかなという話ですね。絶対に笑わしてやっからな。ということで2人で1人3本ずつの動画を作ってきたということで、ちょっとどんぐらいのレベルで来るんかっていうのも見たいし、じゃあ俺高校で行くわ。オッケー、口パンパンに含めや。口パン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 。まず1つ目、笑いをこらえきれなかったドム。わからぬことはなしか。フルスピードで走るのが俺の人生だった。うん、危なかった。最後に朝来るとは思わんかった。しかも最初の別れのことはなしかってあんな声じゃねえから。朝の強調することじゃないからな。じゃあ次、例のターン。いきますわ。はい。代打のエースより、膝の古傷を我慢しながら、打席に立つ、財前。続きまして、こちらも同じく肩の痛みに耐える聖堂滝川クリス優。沢村のピッチングフォームを誇張しすぎた結果、右バージョン。左手の壁、指先一点、ここ。いや、お前3つやってる。お前、これで1個終わってるやん、もう。今回は詰め込み放題ということで3つちょっと収集させてもらったけど、これはお前やからこそ出せる問題やと思って、分かるからこそなんか笑い取れるんかなと思って。いや、まあいいとこはついてるやろ、重いんけど、うん、誇張しすぎたな。でも多分分かるやつは多分面白いと思う。分かるやつ面白い、うん、甘くなかったな。続きまして、ラストシーン、車で走り去るときに間違えてニトロのボタンを押してしまったドム。だから俺とお前は兄弟なんだ。あーあああああ。まさかのワイルドスピード攻めね。帰りのシーンでニトロやったら帰ってこれんくない。ラストシーンぶち壊しやから。あれ一番感動するとこやから。よし、じゃあ次レンの2本目やけど、やっぱレンらしさを出したいという1本です。これはいきます。うんふん。皆さん本当にすいません。
本当にこいつが本当にすいませんでした。これ多分フルモザイから分からんぞお前。まあ俺のレンが暴れとったって話ねんけど、マジでやったなお前、体型機構士やって。まあまあまあダディダディやったからやったなお前。ただでさえここに乗せんなんかにフルモザってなんねんと。ちっちゃい中でもしっかりモザイクをかけていくと。バカやなお前。まあまあ今2本終わってドローという話ですけど、最後の3本目ってやっぱ大取りやと思うんですよ。ああ大取りやと思う。だから最後にかけるっていう思いをしっかり2人出していけたらいいかなという。続きまして NG ドム。別れ方は何じゃ。お前笑っとるやん。ちょっとでもあれやな、かわいそうになってくるなドムが。なんかやっぱワイルドスピードのあのシーン好きなだけに、うん、ちょっとあそこで詰まってほしくないっていう視聴者目線でした。うん、NG ドムやから、うん、放送されんドムを見せただけやから。まあ貴重動画ということですよね。うん、まあいい動画じゃなかったじゃん。レンの最後、まあこれもまたレンらしさを出すという、まあ、もうこれは全力の一本となっております。ぜひ見てほしいなと。全力であいつを笑かす。いきます。あなたが 100%。 お見ろこれ。綺麗な雪景色や。音声だけでお楽しみください。俺らにまでモザイクかけてどうすれんってこれ。ということで動画見て、自分で作ったもので自分で履いてもらうね。さすがやな。まあそこまでいったらもうエンターテイナーやわ。フルモザイクだね。だから視聴者さんはただ俺の声を聞くだけということになるかもしれんけど、まあ声聞いてもらった通りもまあ結構激しいよと。頭おかしい。激しいじゃない。この企画もやってみたけど、やっぱ笑ったらやっぱ吹き出てまうわ。うん、我慢できる人はすごいと思う。やし、もっと我慢できるように頑張らんな俺らも。でも俺だって結構企画でそのあれあれやん、笑ったらダメとか結構俺笑って待っとるから、今日も笑ってしまったし、これを機にちょっと変えていかないかんわ自分を。急に見直す。いや別に笑うことはいい子なやつ。うん、でこういう企画になったらしっかり笑わん自分を使うなんだっていうことを再認識したというか、うん、なんというか、うん、肝に銘じて頑張っていきたいと思います。もうちょっと YouTube のこと考えて動画撮ってほしい。どういうこと？フルモザイマン。